じゃあいまーす。コンプレックスレポーターの矢島彩人です。今回もリクエストいただきました。見た目は清掃系なのに付き合ってみたら意外とビッチだったっていう人からですね、軽い女を見抜く方法を教えてくださいということです。ではどうぞ。甘えてくる、上目遣いとか、なんか男絡みが多い、夜遊び多い系の女子ですかね。そういう女性の特徴とかあります？ピンクめっちゃ使う人。ピンクめっちゃ使う人、自分もピンクだよ。こうふわふわみたいな人の方がダメ。ダメ。男子はそういうなんか変な人に引っかかっちゃうから、そうふわふわみたいな。まあホイホイついていく感じですかね。ホイホイっていうか、なんでもいいよとか。あと思わせぶり。思わせぶり。LINE をこまめに返したりとか、絵文字ハートとか使ったりとか。ギャル。ギャルは軽い。どうだろう。ちょっとキャバそう。なんかね、キャバい。男子と喋るのがうまい。いろんな男の人に話しかける人。彼氏できて別れてすぐできる人みたいな。誰でもいいのかなって思った。普通に友達と話してる時と声変わる人みたいな。あざとくする女。なんか男の前でいい顔する人が軽いと思う。男の前での態度が違う、差が違うみたいな。差が、うん。男はじゃあどうやって見抜けばいいですか。それも女友達に聞く。そう思った。女友達に聞く、周りに聞く。うん、どういう人か。動画の下のコメント欄や僕のツイッターなどに聞いてほしい質問などリクエストお待ちしております。よろしくお願いします。